皆さんこんにちは。今回のトピックは URP の新機能 LOD クロスフェーディングです。Unity 2022.2 に搭載されている URP14.0 では新機能として LOD グループのクロスフェーディングに対応しています。 LOD のクロスフェーディングっていうのは、まあ要するにこういうやつですね。 LOD モデルの切り替えをクロスフェーディングによって滑らかにするという機能です。左のように単純に切り替えるとどうしても切り替えの瞬間がバレてしまうんですよね。右のようにクロスフェーディングを使えば切り替えを滑らかにつないで目立たなくすることができます。まあこれは分かりやすくするために作った極端な例なんですが、ちゃんと真面目に設定するとこんな感じになるかなと思います。単純な切り替えではどうしても切り替わった瞬間が分かってしまいますよね。クロスフェーディングを使えばこれをかなり隠せるということが分かると思います。LOD クロスフェーディングは特別な設定を行わなくてももう URP 上で使えるようになっています。LOD グループの設定でフェードモードをクロスフェードに変更するだけで OK です。クロスフェーディングの制御には2つの方式が用意されています。1つは時間によってフェーディングする方式、もう1つは距離によってフェーディングする方式です。このアニメートクロスフェーディングをオンにすると時間によるフェーディングになります。 LOD モデルが切り替わってから一定時間をかけてフェーディングしていくというものですね。ちなみにこのフェーディングにかける時間はクロスフェードアニメーションデュレーションという変数を使ってスクリプトから変更することもできます。デフォルト値は 0.5 秒に設定されていますね。もう一つの距離を使う方式はこのフェードトランジションウィズというパラメータで設定できます。これは隣接する2つの LOD がどの程度オーバーラップしているかを表す数値です。例えばこれを 0.1 に設定したら、このバーの1割ぐらい、まあこの辺りまでオーバーラップしていることになりますかね。この2つの方式のどちらを使うべきかって問題がありますが、個人的には見た目の自然さを気にするなら距離方式、パフォーマンスを気にするなら時間方式になるかなと思っています。クロスフェーディングってモデルを2回描画しているので、要するに描画負荷は約2倍になっているんですよね。なのでできるだけ早くフェーディングが終わってほしいという事情があります。時間方式は一定時間内に必ずフェーディングが終わるので、その点安心感があります。でも時間方式だとカメラがこうピタッて止まっている時に LOD モデルがじんわりと変形しているのがバレちゃうことがあるんですよね。そういうのを気にする場合は距離方式の方がいいのかなと思います。 LOD クロスフェーディングの使い方はまあ大体こんな感じですね。あと URP には LOD クロスフェーディングに関するオプションが少しだけ用意されています。このクオリティのところに LOD クロスフェードというスイッチがありますね。これは通常オンにしておいてください。それともう一つディザリングタイプというオプションがあります。これはクロスフェーディングのディザリングの方式を設定するものですね。ベイヤーマトリックスとブルーノイズの2種類が用意されています。 LOD クロスフェーディングではアルファブレンディングのような半透明描画ではなくてディザリングを使った重ね書きが使用されます。網目状のパターンを使って向こう側を透けさせるテクニックですね。ベイヤーマトリックスは古典的なディザリング方式です。細かいパターンをリピートして使っているのが分かりますね。それに対してブルーノイズはノイズパターンを使ったディザリング方式です。より自然な感じでディザリングすることができます。ドキュメントにはブルーノイズの方は負荷が比較的高いよと書かれているんですが、まあ個人的には気にしなくていいレベルかなと思います。ちっちゃいノイズテクスチャーをたかだか1回サンプリングする程度の違いですからね。もう1点、シェーダーグラフを使った場合のクロスフェーディング対応にも触れておきましょう。このクロスフェーディングは URP の標準シェーダーならデフォルトで対応しているんですが、カスタムシェーダーの場合は手動で有効化する必要があります。グラフセッティングスのここにサポーツ LOD クロスフェードというスイッチがあるんですが、これをオンにするだけですね。これで OK です。今回はこんな感じで LOD クロスフェーディングについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
まあ、クロスフェーディング以前のね、そもそも LOD をどうやってオーサリングするのかって話があるんですが、それはまた別の機会に触れましょう。今回はあくまでも URP の新機能ということで簡単に紹介してみました。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you.